通りを行く皆さん、僕の話を少し聞いていただけませんでしょうか。僕は瀬川幸助という名もない物書きです。僕の若い友人である北出美香さんがこの度北海道で頑張ろうと検討中であるということを聞き、東京から声援の一つでもかけたくて駆けつけてきました。16年に僕たちは政治というものに熱い夢を抱き、熱い期待を持って民主党政権を支持しました。にもかかわらず、この3年間僕たちが期待を託した民主党政権は、国民の意思というものをないがしろにして下り坂を駆け落ちるように崩れていって今日に至っております。そうした中で、ただ滋賀県知事、国民の生活が第一の小沢一郎、そういった心ある政治家たちが、このままの政治であってはならない、政治というものは国民の期待に応える熱い政治でなくてはならない、そういった言葉を、思いを一つにして新党、未来の党を立ち上げました。北出美香さんは、彼女の師匠である小沢一郎から、そうした政治家としては、政治家というものはどうあるべきか、政治家はその根本に何を置くべきかと、そういうことを4年間叩き込まれて、それを自分の血とし肉としてこの道南に帰ってまいりました。社会も政治もいつも改革を一歩でも前に進めるのは若いエネルギーだけです。若いエネルギーが輝き躍動して、初めて社会も政治も一歩前に進むのです。僕は現在60歳のロートルですが、そのような若いエネルギーを充満させた北出美香さんに一言でも声援を、また道南で未だに北出美香さんがどこの誰なのかよく分かっておられない方に、北出美香さんという人はこういう人だよと、そういうことを語ってきたって、今この場所に立っております。北出美香さんは誰もノーが言えないこの政治社会の中で、20代の若さでありながら、原発ノー、消費税増税ノー、 TPP ノー、きちんと自らの存在をかけてノーの言える女性です。今政治を変えるのに必要なのは、このノーがきちんと言える政治家でなくてはならないと僕は思っています。そのような北出美香さんでありますか。心ないマスコミ等は、小沢一郎の美人秘書であるとか、美人運転手であるとか、彼女の本質とは何ら関係のない場所で彼女を論じようとしています。しかし皆さん、北出美香さんは何もこの道南の地に美人コンテストを受けに帰ってきたわけではありません。彼女は自らの信念、自らの政策、自らの政治姿勢を道南の皆様方に採点していただきたくて、日夜道南を駆け回ってます。その情熱、その正義感、その純粋さ、そういったものを一人でも導く方に理解していただきたくて、私はここで喋らせてもらってます。どうか皆さん、北出美香さんがこれから道南の街角で、あるいは車の中から皆さんに語りかけ、訴え、手を振る、そういう場面がたびたびあろうかと思います。そうした際には、せめて北出美香さんに、この小柄な20代のそれでも奮闘している北出美香さんに、優しい微笑みの一つでもかけてやっていただけると僕は嬉しく思います。どうかよろしくお願いいたします。失礼いたしました。